はい、こちらのコーナーから参りましょう。はい、どうもと一問一答。もう前に出ません、もうこのままじゃあ参りましょう。どうもと一問一答。ニュースの皆さんに質問です。子供の頃の自分を一言で言うと。山下さん、ジャッキー。ジャッキー、やっぱあの何、あの邪悪のジャニー。キレイキンキングじゃあ勝ってた。はい、静かすぎてもうほんと喋んなかった子って言われました。はい、手越さん、元気 100% 顔が 100% ちゃうかな。元気 100% 2% ぐらいやん。内さん、やんちゃほいな。錦戸さん、なんかガの塊。ガの塊。増田さん、もうほんと元気な子でした。誰のこと言うてんの。自分のこと言うよ。なんか死んじゃった人のことみたいな。いや本当に元気でした。すごくいい人でした。加藤さん、僕は泣き虫でしたね。はい、草野さん、人懐っこい。自分の中に残っている一番古い記憶は。山下さん、妹が生まれた時。小山さん、旅行に行った時。手越さん、牧場でお母さんにアイスクリームを食べさせてもらってる。牧場でな。食べさせてもらってるからね。マザー牧場な。内さん、スーパーで女の子ナンパしましたね。俺と人参食べねえ。錦戸さん、お昼寝の時間にあの女の子のお尻触った。で何の話しよう。でなんか僕触ってました。お昼間の時間、保育園とか。保育園で、保育園で。まあまあ、後で行こう。後で行こう、そこはもう。一番古い記憶だ。ここ聞いていこう。増田さん。ですね、歯の、あの、この、ここの、ところから、歯が入ってきました。え？上顎から歯が生えたの？はい、ここの、この、ここからです。何者の君？あんまり生えへんとこやれないよ。いや、未経験したよ。加藤さん、親が車をぶつけたのが最初ですね。はい、草野さん、包丁に足が刺さった。うわ、足に包丁が刺さった。不思議な現象だわ。次の質問です。最近一番怒ったことは、またその理由を教えてください。手越さん、まあ、夜ドラゴンクエストやってたんですけど、それで、まあ、レアモンスターを捕まえた時にセーブし忘れて寝ました。何捕まえたの。ハグレメタルです。ハグ、それは悲しいな。仲間になったんか、ハグレメタルが。はい、それは悲しい。すごいやろ、25歳と16歳が共通の話で。小山さん、もう最近手越がすっごいベタベタしてくるんで消えました一回。それです。草野さん、身長が伸びてなかった。あー、俺ってちっぽけな人間だなと思うのはどんな時。内さん、すぐ面倒くさがある。小山さん、コンサートの MC が終わってもう楽屋で一人でへこんでた時。山下さん、自動販売機のお釣りのとこガチャガチャ言っちゃう。今までの人生で自分にとっての一番の贅沢は。草野さん、一日中寝る。増田さん、マッサージ機ですね。山下さん、ハワイの夕日を見ながらサザンを聴いてた時。今一番辛いことは何ですか。山下さん、将来について考える。
錦戸さん。そうですね、新幹線通ってるから。はい、まあそれつらいな。草野さん。身長が止まりました。理想のデートを教えてください。山下さん。自分も、その相手も一番好きな場所に行く、行って、サザンを聴く。ヤマピーの好きな場所はどこよ。海ですね。海サザンを聴きたいわけや。なるほどね。小山さん。そう、僕も海に行って、神社に行って、でラーメン食うみたいな。海、神社で、ラーメンで締めみたいな。はい、手越さん。まあ無理ですけど、ディズニーに行って、まあずっと中で手つないでて、別れる時に、まあ、キスでもできたらなって。なんで無理なの、なんで無理なの。なんでそんな淡々としゃべんの。もうツアーのなんかな、朝の説明みたいな。この後ダイヤモンドヘッドの方に行きますんで。すごい淡々と言ったよ今。それは手越君無理なんや。あ、まあ、今のところないですね、絶対。そうか。まあそう。まあそのうちしたらええやな。頑張ります。ミッキーの前でしたくてええわ。内さん。そうっすね。堂々と手をつないで街を歩きたいですね。錦戸さん。僕家の中でずっとベタベタしときたいですね。何ですよ、ベタベタ。いや、なんかベタベタ。ほんまにベタベタしたい。で、何するんですか。いろいろ。増田さん。僕もディズニーランド行きたいですね。加藤さん。やっぱりディズニーランド行きたいですね。ミキはなディズニーランド。ねえ、僕が君のミッキーだよ。デレ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 。草野さん。やっぱ遊園地を二人で貸し切りたいです。貸し切るんだ。これすごいな。イケてる女性の条件を一つ挙げるとしたら何。草野さん。綺麗。このイケてる条件、綺麗な、ライン、うん、綺麗です。山下さん。イケてる、いい匂い。錦戸さん。何やろ、杉本彩みたいな人。女性的ですよ。杉本彩でいいんちゃう。これじゃ、いや杉本彩好きですね僕。さて、あなたは神様です。まず何をしますか。山下さん。共通語を作る世界。錦戸さん。大阪を首都にする。それ神様からやること。内さん。女風呂に入りますね。神様やのに。神様やのに。神様やのに女風呂入る。はい、では雑学を何か一つ教えてください。山下さん。辰の落とし子はオスが子供を産む。知ってる。手越さん。そうです、まあ同じ距離を走っても朝より昼の方が電車のスピードが速い。昼の方が、かかる時間が、はい、短い。昼の方が、昼の方が。なんで。多分乗車率が低いからじゃないですかね。あ、そういうことか。軽いからってこと。多分開き閉めの時間があんま時間かからない。なんだ。草野さん。白線の白い粉を食べると死にます。あ、でもそれ小学校だか中学校の時噂になった。それそう、楽なんですよあれは。なあ、すごいヤバいらしいですよ。あれこれなら人には負けないということは。加藤さん。へそ。何言ってたんですか。内さん。親指のデカさ。山下さん。辛いものに強いこと。手越さん。あっち向いてほい。ネタや。
では最後に何か一つモノマネを披露してください。まずは草野さん。なこれでやりやすくなったよ。何でもできるぞ。じゃあ下の国からの、田中さん、田中邦衛さん。加藤さん。蛍の墓のお兄ちゃん。お兄ちゃんのな。節子。確かそれはドロップやない。節子で止めとけよかった。増田さん。やばいっすよ、やばいっすよそれ。正解でやな。伝わった伝わった。錦戸さん。顔だけで、ガチャピン。お。これはええわ。内さん。じゃあ、クマのプーさんで。ハチミツ食べたいな、プー。まあ、分かる。手越さん。古畑任三郎。立ってやるよ、立ってやります。じゃあ、いいですかね。強さん、今回は強さん見せかけて、実は光一さんが裏で刺しました。俺刺したんだ。すいません、なんか、ごめんなさい。まあ、かな。それでは、小山さん。手越しの後ですか。そうだな、ずいな。頑張ってこそこは。スネ夫で。お。僕を見ないでください。マンマ。いいっすもん、ナイス。まあ、一体とか、まあ、なんか、いいなとか、なったけど、失敗しました。山下さん。じゃあ。バカ殿様やります。うんマサ、召し上がったかいよ。ニュースの皆さん、ありがとうございました。ばあさん、飯はまだかよ。あれはバカ殿じゃねえぞ。ああ、でも、それはよかったよ。本当ですか。うん。まあ、子供の頃のお話もね、一番最初に出たんですけど、自分の子供の頃、山下、邪気って何？邪悪な鬼？邪気って言うんですか？子供、無邪気か。聞いてもね。全然違うぞ。全然違うぞ。邪気と無邪気は。あ、無邪気じゃない。無が抜けてました。無邪気。無邪気で。あ、じゃあ無邪気で。無邪気。そしてですね、自分の中で残っている一番古い記憶、歯が上顎から生えたって、これ気になったな。抜いたの？なんか、いや、なんかご飯食べてたら取れちゃったんですけど、ここの真ん中から生えたんだね。普通のこういうピュンっていうあれが生えてきて、うん、まあ、人の子じゃないんじゃないの。ひどっ。優しさないの。これが優しさじゃないですか。こうなんだよ。こうなんだよ。で、内くんがスーパーで女の子をナンパですよ。はい、忘れてます。ナンパしましたよ。これいくつぐらいの時は。これね、幼稚園年中さんぐらいですかね。なんて声かけんの。親とスーパー買い物行って、あのお菓子売り場に、まあ可愛い子いたんでしょうね、その時、うん、それで、ね、まあバーって行って、うん、一緒に遊ぼうみたいなことを、まあ、幼稚園の時はかなりやってましたね。そっか。で、西田が保育園のお昼寝の時間に女の子のお尻をさ。そこの二人おかしいね。そこの関西人二人。関西人のイメージ悪くない？関西人のさ、イメージがもうどんどん今こうなってきてる。でもそうなんでしょ。そんなことないな。なんで俺寝てる時にこんなんやの。全然ないよ。ないんやろな、友達と
かでな、うん、なプールドボーン入るねん、プール入ろうぜっていうテンションでプールバッサー入ってるやんか、うん、ほんなら一人がさめっちゃゴーグルこんなんつけてさ、うん、ポコンと入れんやん、うん、もうあいつ消えた、どこ行ったんどこ行ったんやん言うて、ほんなら大体女の人の後ろぐらいからジャンプジャンって出てきた、追っかけてんのやな、お前何してんの、お尻まあまあ若気の至りですからね、市民プールでずっとこうだって幼稚園ぐらいやろ、そうそうそうやろ、意味も分かってな、はい、添えてるだけでしたもんだってほんまに、あそして、これ時は人には負けないっていうのはあっち向いてほいと答えた誰だっけ、はい、エゴシだあっち向いてほい負けない、そうです、ほんとだな、というわけでね、ちょっとね対決シリーズということで、うん、最高級フルーツを争奪する、またえ、ね、この時間経ってから私があっち向いてほい対決、さあというわけでニュース対堂本兄弟チームということであっち向いてほい対決をやります、はい、ルールは簡単、1人ずつ対決で5ポイント先取で勝利でございます、そして見事勝利したチームにはこれ、てってててはい、こちら静岡産のマスクメロン1個1万1000円、食べて、足食べてんの、おいしいです、そして山内さんのさくらんぼ300グラム1万6000円、僕長野さんの今日1キロ1万2000円、うまいです、めっちゃ食ってるよ、なんだろう、それで僕は仕切りなんで食べさせていただきました、これは間違いなく美味しいです、自分で食ってるよ、何言ってんだよ、どっちのチームなの、どっちの、僕は仕切りです、え、じゃあ絶対食べられないんだ、僕はもう食べられない、あ、じゃあいいや、高見沢さんと瀬越くん、これ苦手なんだよな、こういうの一応さ、まだデビュー早いでしょ、30年やってんだあっち見てほいですよ、大丈夫ですか、高見さん知ってますか、こうじゃんけんするんですよ、じゃんけん勝って集めてほい、そうですそうです、では参りましょう、まず第1回戦です、はい、行こう、最初はグーじゃんけんほい、あっち向いてほい、さあ続いて第2回戦はユミさんと山下君です。じゃあ行きましょう、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、今微妙だ、ちょっと待ってください、斜めはございません、斜めはないですよ、難しいこれ、次それやったら負けね、分かった、参りましょう、わかりました、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、ユースチーム成功、ユースチーム成功、ヒントを見つけたんです、手を見てはいけない、あ、そう、もっと小さく言ったらいい、続いては金城さん対小山くん、見えるでしょ、プロデュース参りましょう、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、めっちゃ弱い、すごい、
さあ続いてトムさん対内くん。でもこれも勝ち目ないんじゃん。これは無理だ。はい、行きましょう。せーの、最初グーじゃんけんぽい。はい、チーム、ほい。めちゃめちゃ弱い。今の違ったの俺は。何が、まあ、うせえ。マジで悔しい。弱い。何ポイントだよニュース。よし、もうみんなの見てるからできるでしょ。スワシが勝ち続けたら5ポイント取ればいいよ。ね、西木田君、はい、頑張って。はい、今日頑張ったな。まだやらないのよ、スワシな。よし、スタート。最初はグー、じゃんけんほー。はい、こうでしょ。あっち向いて、はい。早いんだと思う。じゃあさ、次こいつが勝ったら俺たちの勝ちにしてくれないですか。いいの？いいの？今だって本当に。今負けたことないですから。いや、じゃあこいつが勝ったら俺たちの勝ちなんだって。オッケー、オッケー。あ、こいつ頼んだ。もう大人げないとか関係なく。悔しい。よし、行くぞ。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。あっち向いて、ほい。じゃんけん、ほい。はい、こっち。あっち向いて、ほい。勇気と希望を共に分け合って、そうさ。